じゃあ残りは特に指示しませんので、はい、よりいいやり方があれば話し合って、こうすればいい。はい、ではですね、手分けして、濡らすのはもう一回最初からやってくださいね。じゃあ、比較的早いですね。前半が遅くて、後半が超可愛いとかになってきて、たまにそういうクラスがあったり。風はなんか変わりましたね。前から明らかに違うことは分かります？建物とかの影響は考えない。はい、大丈夫です。何でもいいんですよ、何考えてみよう、考えたいと思ってます。いいね、岩が素晴らしいです。無駄口叩いてるの俺ぐらいだよ。木曜日とか本当無駄口しかねえみたいな。雲ね、変わりましたか、なんか天気、雲の種類。気圧計が0で、もう1個は 0.9 です。時間は13時59分。このクラスはさ、先生になりたい人ばっかりじゃないんだよ。はい。それ以外の人はどういう、何の入学、もう一回今何時ですか？59分。全然何回とも言うんだよ。悩んだ状況で。そうなんて決められないけど、やっぱ学生の時がいいんだよ。今どの辺なんですか？環境だったり。それバラバラなんですよ。何回かやりたい。環境がやりたい。そう思ってる。なあ。天気よりだね。次元は、うん、地形が強い。何してる？地学系が、地学系が強い。海が、あったかも。何で？あったかも。まあ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 。地形がちょっと英語できなかった。なるほど。まあ、過去はいい。これから何したいな。
そう、結構、東京で、こうやって、入りやすいから、来たくないのは、多いですよね。そうなの、どれでも入りやすい。入りやすいってことではないかな。セッタータイプの人やから、セッター、セッターとレンジャーの人やから。いや、それは来ない。エイリドラム。ああ、エイリアンまで、エイリバイってこと。はないとか。でも、理科も本来は、手がつかないように。数行きましょうか。数行ってみよう。これどんぐらいですかね。さあ。毎日パッとしながらね、さっき結構いいかって言ったの。端っこ出た方がいいかもよ。場所にもよるわ。風通してって結構風。せっかくならもう一回行きましょうか。来ないね。お、ちょっと来た。どんなもんこういう風なんあと何風の風暴風、はい、なんか表現あるじゃないですか。表現するものと数字って何でも一致してないです。これくらいの風だったら、強風って自分は何メートル以上強風って言ってんのか、よくわかんないですよ。まず、そういう風はこんなもんだってことで、1メートル以下だって。例えば。数字も表現の一つなんですよ。数字をどう見せるかも表現の一つ。その1を大きく見せるか、小さく見せるか。それはなんか前後の比較にも、あそこではどうだったの、あの時吹いていたあの風よりも全然どうだったの、ニュースでは台風の風のことをどうだと言っていたのに、
全然それよりもこうだ。脈絡によって全然いいんですよ。全部表現です。ちなみに今回の台詞は全然良かった。ビビってた割に。なんで上手くなったんですかね。音体変わった。あ、言ってましたね。強くなって強いまま来るんじゃないかっていう予測もあったけど、どこかから弱くなっちゃいましたね、弱いも強くなったんですけど、あれはどこからなんですかね。もうバイオレーションが関係してると思う。ああ、なるほど。なるほど。ちょっと邪魔されちゃったんだ。いいですね。本当かどうかは調べてくださいね。はい。はい、分かりませんけど。はい。はい。OK ですか？男性です。はい。いいですね。3年。10分も。10分以上。